ウェブミステリーズは東京創原社が運営する文芸系ウェブマガジンの名称である。ミステリー SF に関する記事、小説を中心に掲載している。月間で更新は毎月5日頃である。この名称は同社で各月刊行されているミステリー雑誌ミステリーズと揃えたもの。これまで内容的な関連はほとんどなかったが、 近年は少しずつミステリーズに載った記事が時期遅れで掲載されることも増えている。2006年3月8日創刊当初は東京草原社公式サイト内のフォルダだったが、2009年4月5日にデザインを全面的にリニューアルし、ウェブマガジンとして独立した URL を取得した。リニューアルまではエッセイや資料類ばかりだったが、 独立して、以後は、継続して、小説を掲載するようになっている。創刊以来続いている、桜庭和樹のエッセイ、桜庭和樹読書日記のほか、山本博史の長編 SF、MMQ、インベージョンマイナス、大田忠のミステリー連作、ミステリーな二人、北原直彦の古書研究エッセイ、SF 記書店外リアクトなど。また、 草原 SF 文庫を代表する一冊は何か読者投票によるベスト20ツイッターユーザーが選ぶ東京草原社夏の100冊2010年版など読者参加企画が試みられていることが特徴的であるウェブミステリーズについて東京草原社2009年7月11日閲覧ありがとうございます